この動画では映画、ターミネーターニューフェイトについてざっくり解説します。解説に間違いがあるかもしれませんが、気にしないでください。ネタバレもありますのでご注意ください。こんにちは。この動画で聞き役と補足解説を担当します、ユウノボリスです。この動画で解説を担当する、妖怪のマダラだ。ここでは先生と呼べ。確認のために言うが、この動画では映画、ターミネーターニューフェイトについてざっくりと解説するからその辺はしっかりと覚えておくんだぞ。まずはこの映画の概要とストーリーなどについて解説するぞ。この映画はアメリカの SF アクション映画で、ターミネーターシリーズ生誕35周年記念作品でもあり、映画、ターミネーター2の正当な続編として制作された映画なんだ。ターミネーターシリーズの生みの親でもあるジェームズ・キャメロンさんがこの映画の制作に復帰し、リンダ・ハミルトンさんも28年ぶりにサラ・コナー役で復帰したんですよね。過去作で T-800 を演じたシュワちゃんも、T-800 を演じるのはこれが最後と言ってたそうだ。ちなみにこの映画の続編はあと2作品作られるらしいぞ。それとサラ・コナーを演じたリンダ・ハミルトンさんも、本作のために過酷な肉体改造を行ったようで、ほぼ1年間炭水化物抜きダイエットに合わせ、休暇返上で軍事訓練やスキューバダイビングなどを行い、体脂肪を徹底的に絞ったんですよね。さらにリンダさんは、この映画は人生で一番大変だったと言ってたそうですね。さらにこの映画はゲーム、ギアーズ5とコラボしたり、ステーキ専門の飲食店、いきなりステーキとタイアップをしたんだ。それじゃあこの映画のストーリーについてざっくりと話すぞ。前作ターミネーター2でサイバーダイン社が破壊され、未来から来た T 戦を倒し、さらに T-800 の自己犠牲により、人類の半数が滅亡する、審判の日は回避された。それから3年後、サラ・コナーと息子のジョン・コナーはグアテマラのビーチで休息をとっていたが、そこへ未来から来た新たなターミネーター T-800 が現れ、T-800 はサラの前でジョンをターミネートし、その場から去り、サラはジョンを抱きかかえ泣き崩れた。物語の冒頭で突然ジョンがターミネートされたのは、あまりにも衝撃的で、かなり驚きましたね。ちなみにターミネーター2でジョン・コナーを演じたエドワード・ファーロングさんは、ジョン・コナーの再演に意欲を示してたんだけど、映画の冒頭で出番が終わったことに関してがっかりしたと言ってたそうだ。それから22年が経ち2020年、メキシコシティの自動車工場で働く21歳の女性、ダニー・ラモスは、勤務中に未来から来たターミネーターに襲われるが、同じく未来から来た強化人間のグレイスに救われ、ダニーとディエゴとグレイスは車で工場から逃げるが、ターミネーターも車で3人を執拗に追いかけ、途中で弟ディエゴが命を落としてしまう。車を破壊され、ダニーとグレイスはピンチに陥るが、そこへサラ・コナーが現れ、ターミネーターはサラの攻撃で吹き飛ばされた。ダニーとグレイスはその場から逃げるが、その後サラが再び現れ、3人はモーテルに身を隠し、お互いの情報を共有するが、そこでサラはグレイスから未来での出来事について聞かされる。グレイスのいた未来では、人工知能リージョンが反乱を起こし、数十億人の人間が犠牲になり、生き残った人類はリージョン率いる機械軍と熾烈な戦いを繰り広げてたのだ。リージョンについての詳細はこの映画では語られませんでしたが、スカイネットと似たような存在のようですね。ちなみにリージョンは読み方を変えると、レギオンになるんですよね。そしてダニーはリージョン率いる機械軍との戦いで人類の命運を左右する存在で、さらにダニーの存在を歴史から抹消するために、リージョンがターミネーターを過去に送ってきたことを明かす。ちなみにこれは後にグレイスが明かしたことだが、ダニーはジョン・コナーと同様に、未来では人類抵抗軍の指導者になる人物であることが明かされたんだ。そしてサラは何者かから送られる、未来から来たターミネーターの出現場所と時間を示すメールを受け取り、それを頼りにターミネーター狩りをしてたことを明かす。さらにそのメールには必ず、ジョンのために、という文面が記されてることを明かすんですよね。そしてそのメールの発信元が、テキサス州ラレドであることが判明し、3人はそこを目指すことにしたんですよね。3人はテキサス州ラレドへ向かうために、メキシコからアメリカへの国境越えを行うが、ターミネーターの妨害もあり、3人は国境で国境警備隊に捕まり、収容所へ送られてしまう。収容所でグレイスは肉体の中身を見られてしまい、ダニーは再びターミネーターに襲われるが、ダニー、グレイス、サラはなんとか収容所から脱出し、テキサス州ラレドへ向かう。3人はテキサス州ラレドの山奥にあるメールの発信元のログハウスに到着し、
そこで物語の冒頭でジュンをターミネートした T-800 に出会う。その後なんやかんやあって T-800 はダミー一同に協力して敵のターミネーターを倒すことを約束し、一同はターミネーターをキルボックスで倒すことを提案する。果たしてグレイスはダニーを守ることができるのか、そしてダニーの命を狙う敵のターミネーターを倒すことができるのか。とまあストーリーの話はここで終わりにするぞ。次はこの映画に登場したターミネーター3体を、それぞれざっくり解説するぞ。T-800、正式名称はサイバーダインシステムズ、モデル101シリーズ800で、この映画の冒頭でジュン・コナーをターミネートしたターミネーターなんだ。でも前作での出来事により、スカイネットはすでに消滅してたため、ジュンをターミネートするという任務は無意味だったので、任務達成後は己の存在理由と目的を見失ってしまうんですよね。任務達成後は人間の女性とその息子と一緒に暮らし、カールという名前を名乗り、カーテン屋を営みながら人間社会に溶け込み、さらに愛情や人間の心を学び、良心が芽生え人間臭くなり、ジュンの命を奪ったことに対し罪悪感を覚え、自分とは別のターミネーターが時間移動してくる予兆を察知する機能を使って、ターミネーターの座標と出現時間をメールでさらに送り、彼女にターミネーター狩りという生きる目的を与えてたんだ。しかもこの T-800 は犬を飼っており、犬は彼がロボットだと分かってるのかどうかは分かりませんが、吠えたりはせず、T-800 に懐いてたんですよね。てなわけでここからは、T-800 のことは、カールと呼ぶことにするぞ。劇中ではカールはログハウスから出てきてさらにキルされかけますが、間一髪でグレイスが止めたのでキルされずに済んだけど、サラはカールに対し殺意をむき出しにしてたんですよね。その後なんやかんやあってカールはダニーたちの戦いに協力することになり、戦いに行く前に一緒に暮らしてた人間の女性と子供に別れを告げたんだ。そういえばカールは劇中でトレードマークのサングラスを手に持ちますが、顔にかけずに置いていきましたね。なんでサングラスをかけなかったのですか？カールがサングラスをかけなかったのは、自分がターミネーターという任務を遂行するだけの冷酷な機械ではないということを見せるため、あるいは自分が人間の気持ちを理解できたことを表すため、またはサラ・コナーに改心したことをアピールするために、サングラスをかけなかったそうだ。ネブセブン、スカイネットが存在しない未来でリージョンが開発したアンドロイドで、グレイスのいた未来世界の回想シーンに登場し、グレイスの属する人類抵抗軍と戦ったターミネーターなんだ。ターミネーターとしては珍しく足が指向性で、金属骨格のボディを液体金属で覆っており、戦闘時は金属骨格の個体と液体金属の個体に分離して2体で戦うんですよね。ちなみにレブシリーズには正式名称があり、リージョンシステムズ、モデルホニャララ、レブシリーズホニャララと呼ばれてるそうだ。劇中では2体に分離したり、体から先端が鋭い触手を数本出したり、両腕を鋭利な刃物に変えてグレイスたちをターミネートしようと襲いかかってきたんだ。レブセブンは大量生産されてるようで、動きも速く、戦闘に特化したターミネーターのようですが、人間への擬態機能は備わってないんですよね。レブ9、レブシリーズの最新型のターミネーターで、骨格の形はレブセブンと同じだけど、こちらは足は初構成で、ボディの構造などは TX と大体似てるんだ。それとレブ9は、従来のターミネーターよりもはるかに人間らしいと、監督のティム・ミラーさんが言ってたそうだ。骨格は金属炭素製で、形状は人間の骨格に似ており、後頭部が凹んでて、レブセブンと同じく金属骨格の個体と液体金属の個体を持つデュアルターミネーターなんですよね。ボディは歴代のターミネーターの中では一番耐久性が高いようで、対戦車ロケットでも破壊は不可能で、体重もすごく軽いんだ。さらに T 戦と同様に手を刃物に変形させることもできるんだ。液体金属を使ってコンピューターにアクセス、またはハッキングする機能も備えており、人間に擬態する機能もあるが、顔は変えずに服だけを変えて行動したりもしたんだ。質問いいですか？レブ9には弱点はあるんですか？もちろんあるぞ。レブ9は強力な電磁パルスに弱いんだ。劇中ではダム地下の水力発電所で、レブ9がカールと会話する場面があったが、同じターミネーターだからなのか、よくわからないがあのシーンは不思議と印象に残ったな。映画の終盤で、レブ9がカールと共に超高熱で溶解し、ターミネートされた時、二人は横に並んでましたが、あのシーンはなんか心にグッとくるものがあったように感じましたね。とまあ、映画、ターミネーターニューフェイトに登場する、ターミネーター3体についてざっくり解説したが、どうだった？ターミネーターが人間に近い存在になってきている、ということがよくわかりました。続編ではリージョンの誕生経緯や、レブの意味が判明するのでしょうか？
そんじゃ解説はこの辺で終わりにするぞ。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。